世界の歌劇団対戦ファンの皆様、お待たせいたしました。第3回世界歌劇団対戦の舞台、ここ帝都東京に続々と各国の歌劇団が集結しております。最初に登場いたしまするは、帝都防衛にも日夜奮闘していることでご存知の方も多い上海歌劇団です。先頭に立つのは炎の召使いことヤン・シャオロン隊長であります。その二つ名の通り、なんとタラップの途中で華麗に炎を操って、なんということでしょう。中華鍋を取り出すと、この場で調理を始めました。華麗な妙技に一同目が釘付けであります。まさに驚天動地のパフォーマンスです。そしてヤン隊長に続くのは、黄色いチャイナ服からすらりと伸びたカモシカのような足、しなやかな姿は保安ユイ隊員であります。ゆっくりと手を振ると、驚くべきことにタラップの最上段から飛び降りた。ヤン隊長の頭の上で一回転して、綺麗に着地を決めました。おお、派手な入場だな。上海のやつら、銀座に出張所あんのに、なんで空中戦艦に乗ってきたんだ？力を見せつけるためね。戦いはもう始まっているのよ。それでしたら、私たちはどうして帝劇で待機するよう指示されたんですか？決まってます。開催国なんですから、後で特別にいっぱい紹介してもらえるんですよ。次はロンドン歌劇団、出てきた。続いて登場するのは、遥かなる霧の都から訪れた円卓の騎士団、ロンドン歌劇団であります。大英帝国の伝統と格式を身にまとい、現れいでたるは華麗なる貴公子アーサー団長。円卓の騎士を率い、サーの称号を持つ現代の騎士、騎士道の体現者です。それに続くは、全歌劇団中最強の剣士とも噂されるブラックナイト、ランスロット。涼やかな瞳と流れる甘色の髪、優雅な姿でありながら不敵な笑みが絶対の自信を感じさせます。そしてお聞きください、この大歓声です。まるで帝国競技場が無数のカナリアに占拠されてしまったかのようです。ひときわ女性の声援が多いようですね。すごい人気ですね。貴族様だし、すんげえ強えらしいから、まあ当然かもな。それだけじゃないわ。大きさと優雅さを兼ね備えた演技も見事なものよ。完璧ですね、本当に。まるで物語の主人公みたいです。その次に入場したランスロットさんはどんな方なんですか？黒騎士の異名を持つロンドン歌劇団の切り込み隊長。二刀流から繰り出される剣技は稲妻に例えられるほどの速さらしい。隊長の二刀流とどっちが強いんだろうな。さてどうだろうな。手合わせするのは今から楽しみだ。さあいよいよ登場です。皆様お待ちかねのあの歌劇団。第1回第2回の歌劇団対戦で共に優勝し、前人未到の3連覇を目指す最強兵団ベルリン歌劇団、堂々の優勝候補筆頭であります。迫力です。なんという迫力でしょう。これこそまさしく王者の風格。圧倒的です。すげー迫力だな。アナウンサーまで黙り込んじまったぜ。はい、画面越しでも気をされてしまいます。桁違いの実力よ。欧州でも敵なし。かろうじてロンドン歌劇団が対抗できるかと言われているぐらいね。評論家による予想では当然のように優勝当確でした。さすがです。私らの予想は
もちろん当確です。ただし最下位の。やっぱりそうですか。つもりはない。精一杯頑張ろう。その通り。力の限り戦い抜きましょう。気持ちだけでは実力は覆らないけど、勝つという思いは大事ね。常にトップを目指すつもりでいないと、優勝なんて夢のまた夢だから。お、見ろよ、次の歌劇団が登場するみたいだぜ。さて最後に、開催国である我が国から帝国歌劇団です。おっしゃ、来たー。ご存じない方も多いでしょうが、日本の帝都には帝国歌劇団が存在しています。第3回世界歌劇団大戦が帝都で開催されることとなり、最近再結成されましたが、実力はまだまだ。各国に胸を貸してもらう、参加することに意義があると言えるのではないでしょうか。さて、それでは開催の日程と勝敗予想を。ちょっと待てこら！もう終わりなんですか？紹介がこれだけなんて、開催国なのにあんまりです。随分と舐められたものね。成敗したい。まあまあ落ち着けよ。アナウンサーに怒ったって仕方がない。悔しくないんですか隊長？そうだぜ、あんたそれでも男かよ。静かになさい。結果を出せば嫌でも取材されるわ。要は無視できないようになれば良いのです。下馬評が最低だからこそ、勝てば嫌がおうにも注目される。帝国歌劇団ここにありと、目にもの見せておやりなさい。神崎司令の言う通り、俺たちは勝つために出場するんだ。だからこの歌劇団対戦でどう戦い、どう勝つのか、それを話し合おうじゃないか。それで神山君、帝国歌劇団が勝つための作戦は思いついた？帝国歌劇団としての強みを生かして戦おうと思います。帝国歌劇団としての強み、それは何かしら？俺たちの強みは、花組の絆の力です。それだけはどの歌劇団にも負けません。教科書通りの答えですわね。花組はまだまだ一つのチームとしては未熟よ。結束力を引き出せるかどうかはあなた次第。頼んだわよ、神山君。責任重大ですね。全力で頑張ります。作戦は引き続き考えてもらうとして、もう一つお願いしたいことがあるの。何でしょうか？開催国の代表として各国の参加者に挨拶してきてほしいのよ。ちょっと外せない用事があるから、私の代理としてお願いできるかしら？わかりました。あの、私も一緒に行っていいですか？どんな人たちが相手なのか会っておきたいんです。ええ、構わないですわ。失礼のないようにね。はい。では開会セレモニーも終わったことですし、ひとまず解散にしましょう。挨拶するならまずは上海歌劇団だな。近所なので楽でいいですね。
ちょくちょくお昼を食べに来てるしな。だいたいこういう機会でもないとあいつらが歌劇団だってこと忘れそうになる。そうかも。普通に料理屋のお兄さんとお姉さんですよね。実を言うとですね、私ユイさんって怖い人だって思ってたんです。それは そう俺もそう思ってた。なんていうか容赦ないんだよな。いきなり変態呼ばわりだぞ。参ったよ本当に。あれはお前が悪いだろこの変態。ゆいさん、まったく店先で見慣れた奴らが何やら話し込んでると思ったら。そうか、私怖いって思われてたんだな。違います。最初のうちだけで今はそんなこと全然。言い訳なら後で聞くよ。とにかくとっとと店に入んな。はーい、お二人さんご案内。いでよ味の竜よ、俺の炎で光り輝け。オラ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 、まだ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 燃えろ燃えろ燃えろ。味の竜が宿りしチャーハン、上海ゴールドチャーハン完成だ。なんだこのチャーハン、まるで砂金の山のように光り輝いている。神山さん、これ本当に食べても大丈夫なんですか？あんな風に料理するから信じがたいと思うけど、シャオロンの料理は絶品なんだ。大丈夫だよ。まあ神山さんがそう言うなら。うまい！なんだこれは。米を噛みしめた瞬間、旨味が一気に流れ込んでくる。神山さん、見てください。米粒が均等に卵で包み込まれています。まさか卵の膜で米一粒一粒に旨味を閉じ込めているのか。私こんな美味しいチャーハン初めてです。くそ、悔しいが本当にうまい。なんという感動体験なんだ。お前ら、ほんといい顔して食うぜ。俺も嬉しいし、料理も喜んでる。いつもありがとうな。嬉しいのはこっちの方です。おかわりありますか？俺もおかわりお願いするよ。はいはい、ゴールドチャーハン2個追加。はいよ、ただいま。じゃんじゃん燃えていくぜ。しっかりごちそうになってしまったな。美味しかったよ、ありがとう。気にするなよ、客はもてなすもの、万国共通の礼儀だ。それにお前らもうすぐ解散じゃねえか。最後の晩餐になるかもしれないんだから遠慮なんてするなって。言ってくれるな。だが勝負はやってみないとわからないぜ。そうです、私たちは絶対に負けません。俺たちに勝つつもりなのか。そりゃ楽しみだ。ぜひ決勝で会いたいもんだな。待ってるぜ。行こう、さくら。はい、隊長。
次はロンドン歌劇団ですね。大帝国ホテルに滞在か。お金持ちな歌劇団だな。高級すぎてちょっと入るのドキドキしちゃいます。確かに少し緊張するな。でも帝国歌劇団の代表として堂々と入ろう。はい。これはすごいな。高級ホテルってこんな感じなんですね。素敵です。ねえ君、なかなか強そうだね。あ、行くよ、勝負。さくら、これが帝国歌劇団の実力なの。勝つのは私たちロンドン歌劇団だ。二刀でなければやられていたよ。あんた、やるね。そこまでだ。やめろ、ランスロット。ようこそ帝国歌劇団の諸君。僕がロンドン歌劇団の団長、アーサーだ。君が帝国歌劇団の隊長、神山清十郎君か。ランスロットが失礼をしたね。怪我はなかったかな。いえ、大丈夫です。俺は戦っていませんから。それはよかった。ランスロットは悪い子じゃないんだけど、ちょっと好戦的なところがたまに傷だよ。どこも体調は大変そうですね。今日はわざわざ挨拶に来てくれてありがとう。天宮さんは素晴らしい剣士だ。歌劇団大戦楽しみにしているよ。こちらこそ胸を借りるつもりで挑ませてもらいます。君たちの健闘を祈るよ。ありがとうございます。はじめまして、神山清十郎です。ランスロットでいいよ、神山。なんだか元気ないみたいだね。最高の気分だったのに、続きは歌劇団大戦までお預けだよ。ああ、もっと戦いたかったな。二人が戦う場所はここじゃありません。こんなところで決着をつけるべきじゃない。なるほど。頂点を決めるなら世界が見ている場所でってことか。うん、納得した。それに歌劇団大戦熱くなってきた。さくらは確かに強いけど、私にはまだまだ届かない。世界中が見ている中でそれを証明してやるんだから。これは大変なやつを本気にさせてしまったかもしれないな。
さくら、ランスロットさんは強かったかい？はい、強かったです。今までに戦った誰よりも。ロンドンの黒騎士か。さすがは最強剣士と言われるだけのことはあるな。はい、でもなんだか私楽しくなってきました。楽しく？だってランスロットさんやユイさん、たくさんの歌劇団の人たちと競い戦える、こんな経験そうそうできることじゃないですよね。私今まで以上に歌劇団対戦が楽しみになりました。前向きな意見だな。それでこそ桜だ。さあ神山さん、次はベルリン歌劇団に会いに行きましょう。そのつもりだったんだけど、さっきあんなことがあったからな。ベルリンや他の歌劇団はまた明日にして、今日のところは定劇に戻ろうかと思うんだ。そうですね、正直ちょっと疲れちゃいましたし、残念ですけど帰りましょうか。あ、でもせっかく二人で外に出たんですから、ちょっとだけ寄り道していきませんか？美味しいケーキのお店を見つけたんです。付き合ってください神山さん。え、まあちょっとだけだぞ。帝国歌劇団、雨宮さくら。私に2本目の剣を抜かせるなんてね。一瞬目を疑ったよ。敵とはいえ大したもんだ。ランスロット、雨宮さんを倒すのに何分かかると思う？2、いや3分かな。君は3分も戦ったのを見たことがないけどね。随分高く評価しているんだが、ま、なかなか面白くなってきた。歌劇団体制、僕も待ち遠しいよ。よく言ったもんだよな。たまには寄り道もいいですね。美味しかったし、とても楽しかったです、私。そうだな、確かにたまにはこういうのもいいもんだ。しかし、なんとか間に合ったかな。何がです？歌劇団対戦だよ。隊長になった頃はどうにもならないと思っていたけど、みんな一生懸命特訓についてきてくれた。十分に勝てる可能性はある。本当はもうちょっと連携とか深めたかったんですけど。大丈夫、君たちは強くなってる。俺が保証するよ。はい。何？神山さん、あそこです。コーマです。コーマだと？早く帝劇に戻りましょう。いや、町の人たちの避難が先だ。無用だ、3秒で片付ける。なんだ？ベルリン歌劇団隊長エリスだ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎です。ご協力ありがとうございました。
協力などしていない。我々がコウマを倒しただけだ。人をする。行くぞ、マルガレーテ。ヤッポー。あれがベルリン歌劇団。コウマはあっという間に。歌劇団対戦2連覇の実力は伊達じゃないですね。勝てるんでしょうか、私たち。ああ、二人とも帰ってきたか。ロンドンやベルリンの奴らはどうだった？なんていうか、いろいろとありすぎて。一筋縄ではいかない相手ばかりなのはよくわかったよ。そうか。あっと、そういえば隊長さん、支配人が戻ってきたら部屋に来てくれってさ。スミレさんが？わかった、すぐに行くよ。失礼します。神山清十郎、ただいま参り。あなたは。ベルリン歌劇団のエリスさん、どうしてここに？さっきの事件の報告に来た。帝劇の管轄でベルリンが行動したのだから当然だ。なるほど。では二人揃ったところで銀座で起きた事件について報告してくれるかしら。以上です。私の方からも付け加えるべきところはありません。ありがとう。ベルリン歌劇団のご協力に改めてお礼を申し上げます。噂にたがわぬ武勇、歌劇団の仲間として頼もしいですわ。ありがとうございます。ですが帝国歌劇団花組、伝説のトップスター、神崎すみれ殿には投稿を呼びません。そんなことありませんわ。あなたも立派なトップスターよ。ありがとうございます。お願いがあります。あら、何かしら。よろしければ少し昔の話を聞かせていただけないでしょうか。私の話でよければ喜んで。それじゃあ神山君はもう下がっていいですわ。ご苦労様。はっ。あなたは。確かエリスさんと一緒にいた。マルガレーテ。そうでした。マルガレーテさん、大帝国劇場に何かご用ですか？エリス隊長についてきただけよ。用事なんてないわ。そうですか。それにしてもひどい劇場ね。古いのは知っていたけど、よく見れば傷だらけ。馬小屋かと思ったわ。よく公演なんてやってられるわね。手厳しいですね。でも建物の風格はあると思いませんか？世界で初めての歌劇団、その歴史だけは見事だわ。でもかつての栄光は失われたまま、今のお前たちはただの三流歌劇団、
歌劇団大戦に参戦したところで勝てる確率はヌルプロッツェントなのよ。やれやれ。誰かしら？神山さん、どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです。私に協力してもらえませんか？なるほど、わかったよ。何からやろうか？ありがとうございます。
じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。こんな感じの話はどうだろうか。すみません、それはちょっと苦手なジャンルで。こんな感じの話はどうだろうか。恋愛ですか。いいですね、私も書いてみたいです。私は、そうですね、優しい物語が好きです。苦手なジャンルですか。戦いの物語とかミステリーはあまり読まないかも。こんな感じの話はどうだろうか。スポーツですか。熱い友情の物語、うん、楽しそうです。いろいろ提案はしてみたけどどうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。ああ、忘れてください、忘れてください、あの時は夢中だったから素敵な思い出だからね、俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか。緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。美しくきらめく金髪、ヒロインといえばこれで決まりだな。ということは、神山さんの好みのヒロインは金髪、緑の目って、私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。そうなんですね。それじゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか。なるほど。ちょっと待ってください。おいクラリス。おい、相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだな。
たせしました。いい告白シーンができそうです。そうか、それはよかった。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。新流圏に行ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね、もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。新流圏でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。あれ？でもなぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス、この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。こうですか。恥ずかしいです。次はどんな言葉を。強く抱きしめて。もうこれ以上は。難しいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、忘れてください、いっそ死んでください。でも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわぁ、分かったよ。それじゃあ。
うん、それを買うてくれるんやな。毎度あり。また来てや。おや、待ちたまえ。こんにちは、白秋さん。今日はここでお食事ですか？ああ、私はこの食堂のファンでね、1週間のうち5日はここに通っているんだ。そんなに好きなメニューでもあるんですか？鮮やかな黄色き墓標、その中に横たわる華やかな紅の音、私はその魅力に取りつかれているのだ。神山くん、なんだかわかるかね？オムライスですか？その通り、オムライスだ。よくわかっているじゃないか、神山くん。お待たせいたしました。ご注文のオムライスでございます。見たまえ、卵の黄色にケチャップソースの鮮やかな赤、こんもりとした膨らみの優しい感触、卵にサジを差し入れて中の飯と合わせてすくい、口に運んだ時の優越といったら、うん、いかんな。こうして思い浮かべるだけで口の中が幸せであふれ返ってしまいそうだよ。神山くん、君なら私の気持ちを分かってくれる。オムライスには幸せの全てが詰まっているんだ。はい、なんとなく分かります。耳であった。ごちそうさま。聞いたところ、オムライスはよその国にはないそうだ。つまり、洋食をもとにした和食ということになる。ただ真似るのではなく、独自の要素を盛り込む。料理人の創意工夫には頭が下がるな。そうですね。万事に通ずるかと思います。うん、その通りだ。やはり君に話してよかった。また機会があればオムライスについて語れよう。はあ、よろしくお願いします。さくらが剣の師匠だけあって相当な変わり者だな。すみません。二人はここで何を？歌劇団対戦のことを話していたんです。今回はどんな競技になるのかなって。なるほど。そういえば競技の詳細についてはまだ知らされていなかったな。ねえ、神山は知ってるわよね。歌劇団対戦には2つの競技があるって。ただ戦うだけじゃない、人々の心を癒す力を競うための競技のこと、なんて言ったかしら？心を癒す力を競う。演舞ですね。あ、正解！まあ、分かって当然だよね。演舞の演目は直前まで分からないからね。あらゆる演目に対応できる知識と技が必要なの。なるほど。もう一つの演舞はズバリ量子戦闘機の操作技術を競うのよ。こっちは団体戦だからね。個人の力だけじゃなくチームワークがないと勝てないわ。ま、あんたたちの団結力で私たちに勝てるわけないけどね。私たちだって負けません。ユイさんもシャオロンさんも倒してみせます。ああ、こうしちゃいられない。私、稽古に行ってきますね。さくらは思い立ったらすぐ行動だね。そうですね。まあ、そこがさくらの可愛いところです。へえ、可愛いんだ。さくらに教えてあげよっと。からかわないでくださいよ。さくらは可愛くて大切な花組の仲間です。
それじゃ、俺ももう行きますね。ゆっくりしていってください。では。